どうもこんにちは、ダルと申します。今日もよろしくお願いします。ドラゴンクエスト2悪霊の神々実況をプレイ始めていきたいと思います。いやー、わかりました。やっぱ塔に行くっぽいね。でも僕が前回行った塔はドラゴンの塔って、じゃあドラゴンの角っていう名前らしくて、そこを攻略するための、風の塔っていうところがあるんですけど、今僕が現在いるところの、北東って書いてあったけど全然北東じゃなくね？違うよね。どっちかっていうと、まあいいや、行こう。とりあえず行きます。僕が唯一行けそうで行ってなかったところがあるんですけど、そこに行きます。はい、行きます。さあ頑張っていきましょう。なんかね、マジでヒントがなさすぎてさ、どこに行きゃいいのみたいな。ついここ行ってねとかもあればよかったんだけど、まあまたそういうのがなくて、あとムーンブルクがルーラ地点じゃないのが結構いじめだよね。そこに行くまでもめちゃくちゃ大変なんだよね。ナイス。だいぶここら辺は雑魚になってきましたね、敵が。でかいよ。簡単にやれるのは超いい。でもっと固くしたいんだよな、自分たちを。ギラ。バギ。タホドラギ。強い。ナイス。あー、やれんか。いや、三重の火力鬼上がってるね。やばい。優位だけか。オッケー。さすが。優位のレベルは上がんない。そう、ああ、マンドリル出た。こいつ嫌いなんだよな。ちょっとマンドリルはさすがにちょっとバギでいくか。うっ、めっちゃ食らうやん。バギやん、これは。これはバギだわ。イエーイ、優位だな、これはさすがに。オッケーオッケー。メラ覚えないの？メラ。覚えないか。結構ぐるっと回んないといけないところなんだよね。聖水とか買ってもよかったんだけど。まあでもやっぱ戦闘してね、今は経験値とかお金集めをしっかり行っておきたいので。まだ買わなくて。積んだ？あれ？積んでね？こっちから行くのか？ちょっと待って。あそこに行きたいんだけど。嘘だとよ。嘘だと言ってくれ。いけないのこれ。嘘。もうめんどくせえ。ちょっと待ってよ。じゃあ一回寝るか。こっちじゃないんだ。わかりづらすぎな。うわー、苦戦してる。違うって。こっちか。こっちのこうか。こっち側か。上だよな、さすがに。大ネズミは弱い。そうだよね。バギー。強。バギ強。バギ強。はい。
で、こっから向かって、行けってこと？クソわかりづらいじゃん。なんかマントを今から取りに行くっぽいんだけど、なんかでもそのあーあったね、そういうイベントもって思って、あ、優位っていうか、あの3人目の仲間が手に入ったらすぐ行くイベントだったっけ。ちょ、そこまで覚えてないんだよな俺。バギーマンドリル終わりだ。強い。え、嘘だと言ってくれ。強っ強っ強っ。オッケー。まあでもバンドリルに対して30も入るのはめちゃくちゃ強いね。え、あー、お、いや、いっ、不意をつかれてしまったか。誰かブーメラン持ってくれてたらめちゃくちゃ嬉しいんだけどな。超効率上がるんだけどね。はい、ナイス。あー、リビングデッドね。さすがにリビングデッド倒せるっしょ。やめろホイミア。おー、マジか。やめて。あー、ダーリーことしてきやがってよ、あの野郎。バギー。え、嘘。オッケーです。はい、もう三つ男が強すぎてね、完全に。あー、めんどくせー。バギー、オッケー。よし、おーっと、どっちだ、ランドかな。メスランド、ルーラー、やった。川の鎧、売り物になる。でかい。おー、マジか。やめてよ。オッケーオッケーオッケー。あー、めんどくさいことしてくるな。めんどくさいことしてくるね。もうほぼゼロなんじゃない。はいはいはい。バギー、はい。この風の塔でのモンスターもどれくらい強いのかっていうのも気になるしね。それ次第ではでしょ、絶対。ランドがルールを覚えるんだ。主人公じゃないんだね。うわー、リビングレッド、まずいとちゃいますか、これ。ギラ。ユイ。うわー、弱いねー。ナイス、身を守ってる。あんまりコブラが強くないんだよな。オッケーオッケー、めっちゃ時間かけるやん。はい、ナイス。三つ男かな。いや、ちょっとここでバギー乱用するの嫌だな。ちょっとここはしっかり、うわー、毒に侵されちゃった、まずい。ナイスナイス。キアリー、
やったー、あーあーびっくりした、はぐれメタルが出てきたかと思った。毒が怖いよな。オッケー、ナイス。よし、さあ風の塔行きましょう。お、宝箱ゲッチュー。なに、まあ出てくる敵はそんなに変わんない感じかな。おりゃ、おお、マジか。けー、薬草か。こっち側行くか。じゃあ、うざいて。リビングデッドなくなってるのかな。ナイス、そのショートカットでかいよ。てっ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 てはなかゆ。よし、なんかあるな。なんかあるね。あれが風のマントかな。お？はにゃ？はにゃ？でもしかしたらどっかで落ちるギミックがあるのかもしれんな。おお、マジか、倒せない。オッケー、お、優位であってくれ。よし、マヌーサ、ヒノキの棒はいらんな。ここが最初行ったからこっちか。ってるーるるるるー。オッケー、ギラはまずい。オッケーオッケー、いいぞ。とりあえずあの風のマントだけ取りたいな。薬草、薬草、ランド、優位、ぬぬ、オッケー。ちょっとな、優位のあの防具欲しいて、優位の防具が欲しいて、優位の防具が。あー、いらん。いやー、エンカウント高くないか。ちょっとここ使えますか、ギッバギー。リビングデッド強い。あー、やれないか。オッケー、ナイス。あとはもう攻撃でオッケーでしょう。ドラクエ楽しい。ギラまずい。あー、大丈夫か。すげえな、なんかリビングデッド3体出てくるだけでめちゃくちゃ耐久力あるからさ、すげえうぜんだよな。さ、おお、なんだ。はい、ん、外壁の通路を歩くときは足元を気をつけろ。はい、なかなか素直なやつだな。さてはもう足踏みを外して落ちたこともあるだろう。へえ、幽霊。ああ、これ逃げます。時短です、時短。お、ラッキー。
えお化けネズミ。全然お化けネズミっぽい要素はないけどね。ちょっと強いんだよな。バカめ。オッケーです。ちょっと優位が怖いな。HP もっと上がってくんねえかな。ああ、ゴールドか。おっと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 。ほう。2パターン。怖い。くっ。おはいはいはい。ん？ん？リビングデッドだらけだ。ちょっと待てよ。だったら呪文使った方がよかったな。見守ってくれよ。優位のバギ。あと5回しかバギ使えないの。強いな。ナイス。おお、やれない。もうここはさすがに。はい、ナイス。ランドかな。やったー！風のマントゲットなんだけど、まだ行ってないところがあったよな、確か。ちょっと待てよ。まだ行っとらんところがあるから、そこだけちゃんと確認、いや、危ない！うわ、危ない危ない。そこだけはしっかり確認しておきたいから。はい。OK。はいです。OK、風のマントを手に入れれたのはでかいですね。三つ尾かな？力3ポイント。いいね。特技と、バギー。あと4回しか使えない。何？ナイス。そっちから行くんだ。B からだろ、普通。はい、オッケー。そいで、うう、おお。呪文ギラー、スモーク。強っ。強いな。クソガチかよ。やれないよね。お、マジか。肩。オッケー。オッケーオッケー。風のマント。風のマントって装備できるのかね。はあ、なんか守備力上がるとかないんだけど。え、なんかあんのかな。飛んでいけるのかな。おお、なんだねこれ。やだな、もうギラ。超三つをヘイト買うんだけど。やいで。お、ゆい。
やった。何か覚えろ。ああ覚えんか。薬草が残り少なくなってきてるぞ。 HP40 だもんな。でででって、おお、祈りの指輪、祈りの指輪は、え、使うと MP が回復する。出す。いえ。渡す。はあ。装備とかできないのかな。あ、できないんだ。ん？そこに行くにはどうやって行くんだ。え？どうやって行くの？そこどうやって行くの？へえ。とりあえずいいのかな、これで。床降りるか。え？まあいいか。これで一回ムーンペタ戻ります。多分これで OK だよな。大丈夫かな。取り残ししてない？大丈夫だよな。はい、これ中断とかあるっけ。あるあるある。オッケーオッケー。鋼の盾、鋼の鎧かな。とりあえず鋼の鎧、はい、振りに来た。鋼の鎧、ててててててて、オッケーかな。これで一旦最強装備ではあるか。1950ゴールド、強っ。で寝たっけ。寝てるな。オッケー、よし。じゃあドラゴンの角まで行っちゃおう、このパートで。今さ、あ、待って、や、薬草持ってこればよかったかな。いやでも今強いからな俺。いや持ってくるか、一応遠いもんな。そうだよな、ちょっとここは妥協しちゃいかん、妥協しちゃいかん。ここはしっかりと薬草を持っていこう。じゃあす、ほら、ちょっとね、ムーンブルクの王女弱すぎるんだよな。これで回復分は OK と。で、あとは、後ろ二人に呪文でぶっ放してくれれば、他の敵はそんなに怖くはないと。まあ、ここら辺はもう余裕ですよ。ギラはちょっとやだ。三つを硬くなったよ！ OK。鋼の盾もつけれたらよかった。鉄の盾もつけれたらよかった。鉄だよね。鋼か！鋼の盾もつけれたらむちゃくちゃ良かったんだけど、そんなお金なかったから、まあ、また集めるしかないね。ちょっと優位がレベル10くらいまでいったらだいぶこの先扱いやすくなりそうな気がするけど、キメラの翼はもういらない。ちょっとムーンブルクまでルーラ使えんのかや、俺不便すぎんか。お、来た、ドラゴンリザードフライ、舐めるなよ。はい、お疲れちゃう。ルカナン、ムカつくことをしてくるね。
て。ちょっと優位がな弱すぎるな。呪文だけなんだよな本当に。って思うとランド結構今のところ優秀かな。なんかランドが後々あんまり強くなくなるみたいな、そんな噂を聞きますが、バギー効くよな、さすがに煙だね。多いね。あー効かんか。オッケーオッケー。えい、この先ですよ、この先行っちゃいましょう。頼む、エンカウントするな。スライムキンガガガガ、おお、逃げまーす。そりゃさすがに逃げまーすで、竜の角いっちゃおう。うえの野郎。焼く。バギで先にこっち殺しちゃいましょう。オッケーオッケーオッケー。さあ、それはうまい。いいダメージ、強い。さすがミツオ、ダメージ入るようになったんだね。さすがだ。オッケー。もうちょっといい感じに強くなってきたからさ、今のところ怖い敵は今いないかな。うまいことできてるね、このマンイーター。俺初めて見たな。タホドラーキンむちゃくちゃうざいんで先に倒しちゃいます。おう、あーまあ息寝るな。あー寝た。オッケーオッケーオッケー。あ全然、あー待って、間違えた。オッケーオッケー。あそんな強くないか。でもちょっと優位が危ないか。そうだね、甘い息さえしっかりケアできてれば、まあそう怖がるような相手でもないのか。新しい特技は覚えずと。ああギラかな。でバギー、ちょっとタオドラッキーはね、あのルカナン使ってからちょっと鬱陶しいから倒しとく。でギラ結構入るんちゃうこれ。おー、いいダメージ。ナイスナイス。よっしゃー。オッケーオッケー。エントちゃいますか。おー、優位かな。え、ミツオか。マジか。まあ、いいた。いや、ここさすがに攻撃かな。ナイス。14!弱っ。オッケー、大丈夫大丈夫。よしよしよし、ナイス。あとちょい、あとちょい。マンドリルでバギー、タオドラキー。塔の中でねしっかり呪文とか使いたかったんだけど。よし、さすが。よし、ではここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。